はい、今ですねちょっとチラ見せしますか。はい、あのカラーの2023年のランウェイショーが始まるということで、一応ね9時半からってなってたんですけど、もう10時回っててちょっと遅れてますね。新作発表のタイミングをちょっと今ここ同時進行というか、まあ、僕もこれオンタイムで見てるのを今動画に収めて、ちょっとこのリアクションみたいな、なんかまあそういう動画をちょっと撮ってみようかなっていう感じですね。いつになって始まるんだろう。どんな感じでしょう。まあ僕は予想するか、ちょっと予想するか、まあおそらくですけども路線は大きくは変更されない気がしてます。はい、まあやはりクレイジーパターン系、そしてどうだろう、に秋冬なんでやっぱりニットがまたメインになってくるのかなっていうような気がしてます。おお、始まりますね。ニットがまたメインになってくるのかな、まあ、僕としては。おもうちょっと音を小さくしよう。お、来た来た来た。まあいいや。あ、これ音やダメなのかな、音やめとくか。はい、ファーストルックですね。あ、このテクニックね、まあ、内側をちょっと見せるっていうね、まあ、いわゆるマルジラでいうところのデコルティケ的な、まあ、ここ数シーズンずっと継続で出てます。まあ、この会場かっこいいな。どこだろう、ここ会場かっこいいですね。まあやっぱそうだよね。まあ大きくは変わってなさそうな印象です。はい、やっぱニット、ダブルス、これレディースですけどね、ダブルスリーブのシャツ、これなかったですね今までね。さあどうなんでしょう。まあそうだよな、やっぱなニットパーツだよね。まあ襟だったりとか、まあ、今回でもちょっとニット以外の切り替えもちょっと、はい、切り替えも入ってますね。違う素材での、ああバッグちょっと可愛いですね。バッグ可愛いな。もう久しぶりにちょっとこの形のバッグ出てますね。あ、グローブ、あ珍しい。グローブ出てますね。ピンクの。グローブね、グローブ、あーグローブね。あー、このハーフジップの柄のニットちょっと気になりましたね今。まあ、僕は結構ね引き算的なものにちょっと期待してるんですよね毎シーズン。足し算というよりは、あーこのハーフジップのこのニットちょっと気になりますね。あ、これレディース着てますけど、多分さっき色違いメンズがあった気がしてますけど、あ、インサイドアウト、あ、ベストね、ベストね、あ、インサイドアウト、インサイドアウトは最近あんまなかったかな。
インサイドアウトのフロントバック逆、これレディースですけど、おー大胆だな。これどうなってんだろう、肩パッド見えちゃってますけどね。肩袖が、まあこのちょっとね、ず表面剥ぎ取って削って剥いでずらすっていうテクニック、このエリーボアの何ですかね、これサファリジャケット的なのちょっとかわいい、あでもレディースなのかな。皆さんもぜひねこっちの動画と合わせて見ていただくと、インサイドアウトのベストちょっと気になりますね。ただベストな、ベストなって感じなんだよな、ぶっちゃけな。ベストってね難しいですよね。結構袖をまくったようなスタイリングが今回多いですね。レディースのルック、ああレディースのバッグも可愛いな、これちょっと手下げみたいな。でもそこまでどうなんだろう、結構やっぱアウターメインだね、やっぱねアウターメインですね、まあ、当たり前っちゃ当たり前なんですけど、まあ、ベースはやっぱちょっとクラシックな感じですね。今回もチェックとか色のトーンも、まあ、ベージュ、グレー、まあ、その点その辺をちょっといじって、まあ足し算していくっていうか、まあちょっとドッキング的な感じですね。黙んなよってね、今ずっと喋るのむずいっすね。まあでもやっぱ大きくは変わってないな。あでもこのルックちょっといいかも、コートからフードが出ている、このハーフジップのニットちょっと気になるな。うん、おー結構やってるな。おー結構やってますねこのルックは。すごい、まあ、襟が何重にも重なってるみたいな。まあグローブなのかな。
ちょっとな、なんだろう、新しい要素としてはニットグローブですよね。まあ、なんかちょっとスタイリングも相まってなんかちょっとラフっぽい感じするな袖まくったりとかちょっとなんだろう、グローブ、しかも結構この丈が長めのグローブ、ロンググローブっていうんですかね、ちょっとアームカバーくらいの、うん、まあこれもそうだな、表面剥いで裏地を見せていくと。まあ全体として、まあ割とこうここ数シーズンに引き続き分かりやすい差はありますね。うん、あ、なんだこのピンクの、ピンクのブルゾン、これ、ピンクのブルゾンちょっと気になるけどな、実際着るかっていうところが難しいですね。ピンクのなんかちょっと MA1 というかボンバージャケットみたいな、ウォータープルーフ、ウォータープルーフ、これは何なんですかね、シャツか、プリントがウォータープルーフ、この赤、赤のこのコートちょっと気になり、お、これいいんじゃん、中ボア、赤の中ボアコート、ハーフコートみたいな、ちょっと気になりましたね今ね、一瞬ちょっと気になりますね、多分色違いとかもあるんでしょうから、結構ちょっと大ぶりの袖も太めの中ボアのコート、コート裏ボア、裏ボアかな、終わりかな、最後のルックかな、終わりかな、これで、あ、終わりっぽいですね。終わりです、はい。まあ正直継続的なものが多かったかなっていう印象ですかね。まあ中にはそのアイテム単位で言えばグローブとか、またちょっとバッグとか、まあその辺はまたちょっと新しい感じはありましたけど、基本的なベースは一緒で、あとは色かな、ピンクとかはまあここ数シーズンあんまり使ってなかったんで、ピンクとかって色はまあ久しぶりの登場っていう感じですかね。うん、まあでもやっぱアウターだな、あんまニット、あとそうか、ハーフジップのニットがちょっとインナーとして着られていてあんまり見えてこなかったんで、それが気になるのと、ただまあやっぱアウターですね、コート、ジャケット、まあ、ブルゾン、基本的にどのモデルさんもアウターを着ているというルックで、まあ、アウターを結構前面に押し出しているっていう感じがありますかね、今季は。アウター着てないっていうルックが非常に少ないですね。あ、そうだね、ニットとかカットソー系も少ないな、あるのかな、スウェットとかね、ちょっとカジュアル系のアイテムがあんまりなかったかなっていう
印象ですかね。とにかくアウターが多い、アウターの型数が多いですね。まあそこのアウターを今までここ数シーズンのテクニックでまあ色付けしているっていう感じ。おお、この会場すごいな。はい、そんな感じでした。まあこれから展示会なんでね、ちょっと実物もこれから楽しみなんですけど、そんな感じでした。